抑制性ニューロンによる筋出力の調節、エハラ愛、連載、図解、わかるとつながる体の仕組み、第1回。運動神経がいいという慣用句に対して、運動神経なんていう神経はないと答えるところまでが、一般的な運動神経という言葉の理解であるように思います。しかし、もちろん、 運動に携わる神経は存在しています。代表的な運動神経はアルファ運動ニューロンでしょう。脊髄全角に細胞体を持つアルファ運動ニューロンは菌へ直接指令を発する神経細胞です。このアルファ運動ニューロンが興奮すると軸索によって電気的シグナルが伝達され神経、 金接合部でシナプスから化学物質が放出されます。この化学的なシグナル伝達によって金の収縮が起こるわけです。しかし、この α 運動ニューロンの興奮は同時に脊髄内の抑制性ニューロンにもシグナルを伝達しています。自らのシグナル伝達で自らの行動を抑制する機構が備わっているということです。 反解抑制。アルファ運動ニューロンは、より中枢である大脳から直接つながるニューロンによって、電気的シグナルを受け取ることでコントロールされていますが、このアルファ運動ニューロンには、この反対抑制をはじめとする微調整のための投射も多くなされています。単純なオン・オフではない仕組みが、運動を成立させています。 また、神経細胞は運動に関わるだけではなく、ホルモンを調節したり、脳の中のネットワークを構成したり、全身の感覚を中枢に伝達するなど様々な役割を担っていますが、どの神経細胞も基本的な機能は同じだと考えられています。基本的な機能とは、入力、統合、伝達、出力です。 細胞膜によって独立した一つ一つの細胞の間でどのように情報を伝達するか60兆個の細胞からなる体を一つの生命体として統合させ連動させる方法として生命が生み出した一つの答えが神経細胞の構造と機能に隠れています月刊スポーツメディスン219号より